ライナー。あとはシーナに連絡を。そうはさせん。敵。私も五星人と呼ばれた男、烈悪種どもも道連れにしてやる。ディザイアン一の英雄と謳われたお前がそのような末路をたどるのか。そうか、前がクラトス。それがどうした。ユグドラシル様のご信頼を受けながら、やはり我らを裏切るのだな。だから人間など信用できぬのだ。こいつ許され。ユグドラシル様、我らハーフエルフの千年王国を必ずや。コレット、大丈夫か。これは見ないで。ロイド、早く連絡を。でもコレットが。ミコはまだ死なぬ。しかしこのままでは大地は死ぬのだ。あ、わかった。青ざめし永久氷結の使徒よ。高き神が振るう四殿の土よ。気高き母なる大地のしもべよ。大いなる暗黒の淵よりいでし者よ。者の名において命ず、我が前に連なり凛の力と化せ。よし、頼むよみんな。魔導砲発射。起きてはいかん。今の鳴き声はマーテルだろう。暴走した大いなる実りはマーテルそのものだ。そうなのかな。大いなる実りは聖地カーラーンの地中に再び収束した。とりあえずは礼を言おう。ありがとう。大いなる実りもこの大地も失わずに済んだようだ。大いなる実りが無事ということは、種子と融合しているマーテルも無事なのだな。お前にとっては喜ぶべきことだろう。私にとっては残念。コレット、なんとか収まったみたいだぜ。こんなの気持ち悪いよね。こんなの変だよね。こんなの気持ち悪くなんてないよ。来ないで、見ないで。
大丈夫、気を失っているだけよ。村へ連れて行く。イセリアへ。僕はコレットの家はイセリアにあるのよ。牧場に収容されていた人たちをここに置いていくわけにはいかないわ。そうだな。ではシーナはイセリアに戻らせる。そうじゃったか、クルシスの天使様がハーフエルフじゃとは。このことはみんなに言わないでくれ。まあ、きっと混乱して。そうじゃな、救いの塔も消え、今そんな話はできまいよ。救いの塔が消えた？あの大地震の後、とにかく東の空を見たところ。どういうことなんだ？わからぬ。もともと巫女は再生の儀式を完全には済ませていない。塔の出現を司るクルシスのコアシステムに狂いが生じたのだろう。実害はない。いいえ、シルバラントの民にとっては大地震で大地が切り裂かれた上、救いの象徴が消えたとなれば巫女の責任が追及される。なんでよ、今までの巫女だって失敗してるんだろ。今までの巫女は失敗と引き換えに命を落としておる。しかしコレットは生きてここにおるのじゃからな。人は傷つき誰かに責任を押し付けずにはいられぬ。コレットさんがかわいそうです。村の様子を見てくる。僕も。じゃあみんなで行こうや。話を聞いてるとロイドたちだけで歩くのは。私はここに残る。